今回は名人戦リーグの対局見ていきたいと思います。黒番が藤田七段で、白番が井山王座ですね。ここまで6局打ってて、藤,藤田七段が3勝3敗、井山王座が4勝2敗という状況ですね。で、こちらに打って、 で黒がね、ね。挟んでで、ました、ね、で切り1本から取りましてで、右上で戦い始まりましたね。で黒は上辺おとなしく受けてで、白はねここで厚みを作って右辺反撃ですね。 で黒も強く上から封鎖していきましたね。で力強く押さえてここのコウが始まりましたね。まあここまでの形成はあんまり評価値動いてないので互角と言っていいかなと思いますね。でまあここのコウ争いです、ねまあ、白は右上この鳥をねコ材にしましたね。 で黒を解消してまあ、こういう振り返りとなりましたねまあ、これでまあ、黒は右下で得をしてまあ、白はこの黒石3つ取れましたよっていう、まあ、お,お互い踏まない別れかなと思いますねまあ、白は空定地が増えて、まあ、黒はえ右下も非常に非常に手厚いいい形後傾ですから で黒が左辺入ってきましたね。で、ここでつけで一回様子見ましたね。まあ、白の受け方見て黒の打ち方決めようっていう手ですけどでそれから抑え込んで下がってまあこれは下がった手っ,っていうのはなんか羽ネ継ぎとかだとまあこんな感じで 裁かれちゃうのが、左辺をなんか裁かれちゃうのが嫌だってことですかね。ここの、左辺のこの黒石攻めたいっていう手ですよね、分断して。で、渡って。ここの、コスミ、ノきから跳ねて、 跳ねた手を隅にこうやって手を残したっていう手ですね。これで隅に手が残りまして、こちらに打てば、これこうという形になってますね。白の当てに対して、ここに黒が打てばこうに弾くという形になりましてで、これは隅に手が残っている。黒から打てば手が残っているっていう状態ですね。これタイミング見て黒は狙ってますね。こういう手。 でつけて切ってきましたねまあ黒としてはもうここら辺の黒石3つは軽く見てということですかね真ん中のここら辺に黒地を作りたいっていう打ち方ですけどまあ白としてもここら辺の白地を増やして なおかつですね左辺のこの取り残された黒石非常に弱くなってますのでこれを大きく取り込んでいこうという打ち方ですね。でこれで大きく取り込むことができましてまあこの黒が取れてて左辺が白の確定地ということであればですね白。 まあここら辺の戦いは白がわずかにポイント取ったと言っていいかなと思いますやや白と言っていいかなと思います、ね、でここの覗き打ちましてまあこれは寄せの手ですよねまあ白から、まあイ馬とか 打つ手とか、まあ、大きいですから、まあ、何か黒が、よっか、まあ、白からタイミング見て、こういう付けから、切り取りが非常に、あの、大きい手なんですよね。これまた、黒が手を抜くと、えー、ま、ハネ出しから、まあ、こういう、 単純な狙いが厳しくて、これ、まあ、ここの維新を助けると下がる手があって、これは、なんて言えばいいんだ単純に、あの、攻め合いが、白勝ちますから。 例えば、あの単純にこの付けて切り取りっていうのは、まあ、黒受けぐらいになると見るとめちゃめちゃ大きい手ですよね。これは黒白に打たれたくないので決めたということですね。でこの出た手ですけど。 白受けませんでしたね。受けないでこちらに手を抜いてこちらを打ってきました。これは味付けですね。これは下辺実は手が残ってて、白からこちらに打つと、これ手が残ってるという状況になってますね。黒ここに当て,て打つんですけど、一応ここの項争いの攻め合いなんですけど、項という形が残ってますね。 これは黒はちょっと無条件では取れないという形になってますね。ここの小争いになりますので。で、この子を含みに右下に手をつけてきましたね。まあ、黒としては、右下っていうのは黒の確定時という。一応、捨てるわけですから。 まあここが手になったら大変というとことで。これは本気で取りに行きましたね。ただ一応ここに打つてやはり先ほど解説した通り、まあここの手が残ってますので、これは白がうまく手にしましたね。これでやっぱりこうという形ですから。白うまく手にしましたね。そばこがやっぱたくさんありますので、 こういう隅に対する息きを狙うような手も口座になってきますから白としてはこの子をやれるという判断ですね。で黒がまあウ材で,でこちらに口座を打ったんですけどこちらに打ちまして。 まあこれが、こう解消した手が決め手になりましたね。まあ、どうしてかっていうと、えーまあ、黒ここに出たんですけど、継がれてしまって、この隅が結構大きな、なんかここら辺、黒地、隅とか黒地だったんですけど、なんかここの白石が助かりながら、えー、ここの黒が取られてしまったんですね。で結構隅の、 のの出入りとかも大きいので、まあ、これで白がはっきりポイントを取ったかなと思いますね。で、黒はコ材でここ連打したんですけど、まあ現在攻め合いは白が1、2、3てという状況なんですけど、まあ、白がここに打てば、ここの攻め合いも白が勝ってるという状況ですから、この白石も取れてないんですね。まあ、これに対して、こう打って、 ここに打ってこうやれば、まあ、黒はこれは2点白は3点ですからこれは先に白が取れるという形になってますね。で取れてないですので、まあ、ここら辺にコ材打ったんですけどあんまり白はダメージ受けなかったのでここで白がはっきりポイント取りました、ね。でまあ もうしばらく打たれるんですけど、まあここではっきり白優勢なくなここも取れてて、下辺取れてて。で、この後はもうしばらく打たれまして、184手まで打たれたところで、黒が投了して白の調子勝ちとなりました。最後は、まあこう泉う示してますけど、まあこれ、 渡っても、まあ、こちらに打って、まあ、こういうような形ですけど、えまあ、これ攻め合いですけど、まあ、ここの黒と白の攻め合いですけど、まあ、なんか、順番に打っても、まあ、こういうふうに詰めてって、まあ、全然黒が攻め合い勝てない形ですから、もう、もう当たりになっちゃうっていう形ですので、もう全然攻め合い勝てないですので、 ということはですね、ここの左下の黒っていうのは結局取られてるわけですから、まあ形判断するとまあこういうような状況になってますから、これを仕方ないという、そういう判断したのかなと思います。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。